こんにちは、とうこママです。さて、今日も晩ご飯の支度を始めます。スーパーに良さそうなメジャーカップがあったので買ってきました。 200ml の貝印のメジャーカップです。小麦粉や砂糖をグラムで測れたり、大さじ3までの計量もできます。とても便利そうです。お米の計量もできるので、早速お米を測ってみます。でもやっぱりお米はお米専用のカップの方が良さそうです。今日の晩ご飯は、長女からリクエストのあったクリームシチュー。子供たちが大好きな一品です。最初にブロッコリーを茹でます。ブロッコリーがシチューに入ると彩りが鮮やかです。どうしたの？手紙くれんの？ありがとう、手紙。あらららら、お顔だ。あら、何ちゃんだっけな。山とくる塩を入れて 2,3 分湯がきます。人参は乱切りにします。次は玉ねぎ。くし切りにします。今日はお野菜を大きめに切って、野菜を楽しむホワイトシチューにします。じゃがいもも大きめに切っておきます。本当は鶏のもも肉が良かったのですが、急なリクエストだったので、冷蔵庫に入っていた鶏胸肉を使います。鶏胸肉に塩を振って小麦粉をまぶします。オリーブオイルで鶏肉から炒めます。今日はホワイトシチューのルーを使わずにシチューを作ります。とっても簡単なので、最近はルーを使うことが減りました。
何でしょうこれ。知らない。クリームシチュー。クリームシチューって、クリームシチューって牛乳で煮込むの。あ、みんな好きでしょ。水を加えてコンソメを2個入れます。あれ、サイズが違った。こっちだ。アレクサタイマー15分。1番目、15分のタイマーを開始します。続いてはピラフを作ります。ホワイトシチューを作るときはご飯かパンか付け合わせに悩みます。ホワイトシチューをご飯にかけるかかけないか、家庭によってもそれぞれです。私が子どもの頃はホワイトシチューをご飯にかけて食べていました。今日はウインナー、玉ねぎ、エリンギを使ったシンプルなピラフにします。これさ、炒めてくれる人いる？はい。え？炒めてくれるの？ふーちゃん炒めてくれるの？そうなの？炒めてくれるの？ありがとう、嬉しいんだけど。嬉しいな。野菜が柔らかくなったので牛乳を加えます。バター入れたら炒めていこうか。ピラフの具材を炒めます。するよ。シチューに使うバターは電子レンジで加熱します。ありがとう、ありがとう。どう？お、しんなりしてきたね。具材がしんなりと炒まったので炊飯鍋に移します。ここにコンソメを加えていつも通りに炊飯です。あれ？空っぽだ。今日シチュー。そうだよ、今日シチューだよ。リクエスト。そうだよ、あなたが食べたいって言ったから今日はシチューなんですよ。溶かしバターに小麦粉を加えてよく混ぜます。これがシチューのルーの代わりになります。アレクサタイマー10分。しばらく煮てから塩を加えて味の調整をします。うん、これで良さそう。ブロッコリーを加えて少し煮詰めます。立派なサニーレタスがあったので買ってきました。付け合わせのレタスです。レタスは手でちぎって水につけておきます。最後に作るのはタラのムニエル。とても美味しそうなタラがあったので買ってきました。
白身魚は子どもたちでも食べやすいのでよく食べてくれます。ハーブソルトを振りかけます。数種類のハーブと塩が入っているのでこれ一つで肉も魚も本格的な味になります。半分は塩だけを振ります。小麦粉を魚全体にまぶします。オリーブオイルとバターでムニエルを焼きます。たっぷりのバターを入れると美味しいです。タラは皮面から焼いていきます。魚の半分ぐらいに火が通ったらひっくり返します。でもご飯ならさ片付けてちょうだい。ね、ここ片付けてくれる？これいいよ。いいよ、ありがとう。いいよ、ありがとう。片付け、ピラフも炊き上がりました。今日はピラフとムニエルなのでそれぞれの皿に盛り付けます。ピラフの上にパセリを振りかけます。サニーレタスにトマト、そしてムニエルを盛り付けます。子どもたちはお腹を空かせて待っています。急ぎましょう。シチューはみんなの大好きなメニューなので大きめの器によそいます。今日はピラフ、ムニエル、シチューの洋風メニューです。ぐーちゃん食べないでくれ。ご飯が揃ったのでみんなで晩ご飯にしましょう。いただきます。ママ、ママ作ったご飯美味しい。ありがとう。お芋が美味しい。お芋さ、じゃがいも大丈夫？溶けてない？なんか柔らかくて美味しい。キャベツみたいなの入ってたから美味しい。中にキャベツは入ってないな、うん、なんだろう、ブロッコリーかな。玉ねぎ、玉ねぎ食べれた？シチューにするとさ、何でも食べれるよね。ママが作ったご飯って美味しいね。ありがとう、嬉しいわ。カラだよ、このお魚。何か知ってた？あのね、チコってタラからできてるんだよね。そうそうそう、白身魚からね。ウインナーね、一個しか入ってない。あ、お母さんもいっぱい入ってるわ。どうぞ。ネームもちょっと。はい、わかったよ。お母さんのウインナーなくなっちゃうな。そうだ、今日ネーネーが作ってきてくれたケーキがあるんだ。端っこしかナパージュつけない。ナパージュって何？イチゴ。あの、イチゴキラキラさせるやつ。そう。
わー、いちごが倒れてる。これ売り物みたい。これ白、売り物みたいだね。綺麗に切れるかな。ね、なんかお花とか散ってるんだけど。バラ。バラが散ってるの？すごいね。かく一瞬じゃん。おいしい。でも本当はスーパーで買ったんですよ。時間よ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白ければ高評価チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。